ストレイソウルズ。どうも、ナオヒトです。みんなこのホラーゲーム知ってる？1年前ぐらいにもうデモ出てたんだけど、最近そのデモにアップデートが来たらしくて、巷ではすごい評判いいんだけど、あくびされちゃった。あくびされちゃった。飽きちゃったか？ごめんな、話つまんなくて。リアルだよね、この表情の動きとか。そう、なんかね、最新の技術を使ってるらしい。よくわかんないけど。ということで、この主人公っぽいやつも飽き始めちゃってるから、早速やっていこう。はじめから。うにゅーんってしてる口。うにゅーんって。暇そうだな、主人公。お、グラフィックやっぱり綺麗だね。このゲーム三人称視点でバイオっぽい感じなのかな？え？結構お姉さん気が強いんだね。ふらふら歩いてたら殺される？マーサについていく。あれ、マーサって書いてあった。あ、ポリスだって。ここ交番なの？なんか随分錆びれてるな。あ、鍵かかってると。うん。なるほどね。閑散としてる。OK。他に入り口がないか調べると、二手に分かれる？それとも一緒に行く？どうする？姉ちゃん。お姉ちゃん？お姉ちゃん。ちょっと一人でもうガンガン進んでくじゃん。このお姉ちゃん。え、ちょっと車はすごい綺麗にしてるね。建物こんなにボロボロなのに。車だけは綺麗にしてる。姉ちゃん？姉ちゃん。あー、ここも開かないと。当たって砕けろだ。ここが開くの？ああ、全力疾走ができると。建物の裏側に回り込む道を探す。じゃあこっちじゃ、あ、ちょっと待って。お姉ちゃん？彼、あ、ごめん。ごめん。彼来た、あ、ごめん。ごめんね。お姉ちゃん。ちょっと顔見たいだけなんだ。なんかすごい疲れ切ってる顔してんな、お姉ちゃん。ね。口うにゅんってさっきやってたでしょ。ほら。やってる。それ何？癖なの？あ、あくびしちゃったよ。ごめんね。飽きちゃった？ごめんな。じゃあこっちから行こうぜ、ねんちゃん。一緒に来てる？あ、走って来てくれてる。お姉ちゃん、弟大好きかもね。こんなに。うわ、びっくりした！うわ。何今の？何？え、どうした？うるさい、うるさい、うるさい。うるさい。ああ。うるさいよ。あ、どうした？え、何？え、お姉ちゃん？お姉ちゃん？今すごい不思議なこと起きてたけど。やっぱりその顔するんだ。ああ、あくびしちゃったよ。マジか。今の状況であくびできる？マジ？こっちだね、多分ね。さっきの生首何なの？ん？マサ、これ見て。お。何？外す？何を押すの、これ。何を押すんだ？なんか押せって、あ、銃？銃、え、ちょっと待って、あ、銃持ってる！え、なんで銃持ってんの？マジ？これで撃つの？バーン！おい。ただ、すごい。いや、こんなのよりさっきの方がびっくりしたじゃん。あくびしてたくせに、マーサ姉ちゃん。マジか。銃の発砲音でびっくりすんの？とりあえず入れるかな？入れないか。多分電源入れるんだよね、どっか行って。
ちょ待って、ヒットポイント出てきた。右の方。リロードしとこ。誰かいる？大丈夫？かっこいいな。かっこいいな。銃の構え方。これじゃない？何これ？ガソリン？ここで待ってくれ。あ、英語になっちゃった。なんで？日本語だったのに今まで。落ち着いて、英語喋らないで。そうだよね、逮捕されちゃうよ。お姉ちゃん、なんか、ん？車からガソリンを吸い上げて発電機を起動させる。なるほどね。お姉ちゃん、気が動転すると英語喋るんだな。やめてくれよ、英語聞き取れないから翻訳入れないと。お姉ちゃんがさっき何言ってたんだろう。車どれ？これ？ポリスのガソリンから？あ、ポリスのガソリン。あ、ノーガス？マジか。何？すごい怒ってるじゃん。え、俺たち車で来たのかな？いや、こっちには、あ、出られないわ。見えない壁がある。ってことは、あれか。あのポリスの車から撮るのか？これか？これか。あ、これだ。え、開いてたんだ。なんか後部座席の扉開いてるね。で、あとなんかメモがあったぞ、多分。ほら。何これ？ん？読む。2023年8月24日の晩、目撃者の証言によると、ウォーキーが森林国立公園で儀式的な生贄が行われたという、フード付きのローブを着た9名の人物が、悪魔の木と呼ばれる場所で若い女性を生贄に捧げたと言っている。その後彼らは集団で何かの呪文を唱えていたが、目撃者に唱えている内容までは分からなかった。だが器が強制的に誕生せんことをという言葉が何度も繰り返されていたと述べている。目撃者は被害者が今年初めに森の同じ場所で行方不明になった若い女性かもしれないと考え、今回証言者として名乗り出た。目撃者は被害者を20代半ばから後半の女性だと言っているが、それ以外の特徴はわからないという。なるほど。それがここなのか？いや、ここじゃないよね。だってここ、交番だもんな。ああ、でも森、国立公園っぽいね、あっち。じゃあこの近くの、事件だ。お姉ちゃん？お姉ちゃんいなくなってるっていう感じがするな、これな。ホラーゲームでよくありがちなやつだな。ねえ、お姉ちゃんやっぱりいないね。あ、いるのかな？もうわかんないけど、この中にいなかったらいない。あ、いるわ。あ、お姉ちゃん。え、でもお姉ちゃんかな、これ。本当にお姉ちゃん？なんかお姉ちゃんじゃない気がする。あ、お姉ちゃんだ。もう疑心暗鬼になってるだけ。あ、ちょっと待って、お腹出してるよ。マジか。虫に刺されるよ。大丈夫？で、あれ、俺吸い上げたよね。あれ？ちょ待って。まだ足りない？あ、まだ足りないっぽいわ。なんか吸い上げてなかったっぽい。ちょっと探してくるわ。お、何？どうした？この主人公、名前なんて言うんだろう。あ、なんかすごいビビってる。ガソリン置いちゃった。銃は？おお！え、手がない。おっぱいすごい。え、戦うのこれ。戦うの？え、なに？え、なんかいる。なんかいる。ちょっと待って。え、ちょっと待って。あ、グルートン？グルートンを倒す。ちょっと待って、銃は？どうやって、あ、オッケー。わあ、何？わあ、何？わあ、ゲロ吐かれてる。ゲロ吐かれてる。ちょ、この野郎。あ、当てんのむずい。当てんのむずくない？やれてる？リロードして、リロードして。おう。むず。あいついける？
ああ、ゲロがすごい。何入ってる。ああ、ちっこいのがすごい邪魔。ちっこいの、あ、痛い。逃げて、動けない。どうして、あ、死んだ。あ、こっから、ありがとう。ちょっと待って、銃そびさし、で、構えて。オッケー、このちっこいのから。しょ。あ、やった。オッケー。オッケー。はあ。リロード。あ、痛い。頭以外痛い。どこにいる？あ、どこいる？え、どこ行った？あ、行った。あ、いた。よっ、オッケー。これで逃げて一回。やれるか？やれてんのか俺。やれてんのか？わかんない。もうやれてるかどうかわかんない。くんなって、こっちくんなよ。頭狙った方がいい？頭狙った方がいいの？え、ちょっと一回逃げて。あ、行った。脇腹痛い。脇腹痛い。ちょ、逃げさしてよ。ずるいって、それ。それずるいって。ずるいって、それ。あ。ゲロむずいんだけど。あ、やっと倒せたー。めっちゃ難かった。もう何回死んだんだろう今。やばすぎ。早送りしてるかな。やっとお姉ちゃんの元に帰れる。めっちゃ難かった。あ、お姉ちゃんお待たせ。何、外出てんの？おっぱいでかいやつがさ、何？うん、あ、何？選択するんだ。変な怪物。また別の怪物が現れただけ。え、俺、最初やったことないから、これが初めてのモンスターだったんだ。あ、何？選んでないのに。めっちゃ荒れ狂ってんな。一体だけ。いや、それほど多くないけど。なんか3人ぐらいいたよ。生意気？銃声が他のやつら、うん、そうか、そうだね。え、何？え、お姉ちゃん？お姉ちゃん怪物？あ、終わったんだ。お、怖いね、このおばあちゃん。なんか描いてる。なんか絵を描いてる。っていうか、あのおっぱいでかい怪物も怖かったけどさ、途中で出てきたあの少年の生首、あれ何？あいつが黒幕かな？生首のくせに。生首のくせにな。あんな怪物操作してんのかな？何はともあれ製品版が楽しみ。はい、ということで今回の動画はいかがでしたでしょうか？もし気に入ってくれたらチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。